斬鉄戦。切り捨てごめん。はい、特別に見せてやるよ、元エルム一の狩人の狩りをね。どうせ。非様式神楽エルアドラアバランシュ。いい反応です。極地バット戦乱かぐや。めバカな、カウンターストップしてるんだぞ。人間が叶うわけがない。カウンターストップか。残念だがこっちはリミットブレイクしてるんだ。何者だ。そのふざけた格好、ロイヤルか。姉様、吹き荒れろ。キリト君の意識が戻らなかったら、私はあなたを絶対に許さない。分かっているよ。僕の責任においてキリト君は必ず回復させる。失礼します。こんにちは。いらっしゃい、新人のお二人さん。分析官の空の森シオンよ、よろしく。こんな美人だなんて噂以上ですね。あら、そう。たとえ平和な社会の代償であっても正義を失わせてはならない。同じ真実を追う者たちが現れた時、私は彼らに使命を託す決意をした。彼らが猟犬となり見えざる敵にたどり着くことを信じている。ずっと不眠不休で稽古させられている。だからこんなにやつれて。もう俺の3倍は強いと言ってるのに、100倍は強くならねば安心できんなどという、あれはバーサーカーだ。いや、バーサーカーが可愛く思えるほどのスーパーバーサーカーだ。こんなところにいたのか。マキシマムインフェルノ。戦闘よりむしろ後片付けに全能力を集中する、それがあの勇者なの。さあ締めよ、圧勝してきなさい。さて、私は目立たないよう地味に勝って終わらせよう。え、よくわかんないけど、もしかして私不戦勝ですか？
友情は不滅なり。我ら魂で結ばれし4人の仲間、その名は新たに誓い。決まった。最高の気分。ちょっと癖になりそうですね。銃は骨で支えるんだし、私だって力こぶなんてできないわよ。本当だ、柔らかいマシュマロみたい。クーナー。 When I arrived at the station, I realized that I had left my cell phone in my room. よくできました。皆さんも見習いましょう。私もハーフだったらな。っていうか、私はロシアとのハーフだから英語関係ないんだけど。あとは焼いて固めれば完成だ。女子の練習なんか見てんの？なんとなく。誰か好きな子でもいるとか？しね。ケイ、前。オッケー。なるほど。はい、あーん。あれあれ、照れちゃいました？美少女にあーんってされてそんなに嬉しかったっすか？ガキをからかってんじゃねえよ。あ？君のことが大好きだ。俺と一つ屋根の下で暮らさないか？君とずっと一緒に暮らしたいんだ。では私はこれで。ああ、いい機会なんだからマシュをデートに誘ったらどうだい？この服にも馴染んできました。どうでしょうか？うん、すみません。私は怠惰な人間だからね、そばに有能な副官が必要なんだ。君がいてくれないと困る。では精一杯務めさせていただきます。提督だけど、私はいつまでも先生と一緒にいたいんです。今はまだリトルレイディーでも、いつかきっと先生の隣にふさわしいレディーになってみせます。だから待っててほしいな。なんて。我々はもう止まれないのだ。いや、市民革命のゴールである。全ての人々が平等であり、誰もがその国家の代表となれる国。全ての国民が政治に対して介入でき、同時に責任を持つ。民による民のための国家を築くその日まで。今はただ君が無事でよかった。つかずさ、はい、さあおなめなさいな。今日はあなたの大好物よ。おなめませんわ。俺の大好物はおっぱいだわよ。その俺と仲直りしてくれねえか？したい。私ジョールと仲直りする。絶対する。
ビッチビッチビッチ。ジョロ君、本当にすまなかった。いや、こんなところで偶然だね。いけないよ、今は勉強の最中だよ。お弁当がついてるよ。無機物相手にラブコメしてやがる。まさかこんなことになるなんてな。大逆転とはまさにこのこと。仲直りをした後ピンときちゃったんだよね。これが我が新たなる野望の始まりだとね。